はい、ですね、まあそういうことでございますが、ちょっと前後しちゃって申し訳ないんですけど、ちょっと追加で言いたいことがあって、まあ一番大事な音質のところなんですけど、前作のですね、RPDJ1200、から、今回の、EAHDJ1200 に変わって、先ほどですね、言ったのが、ここの、丸いところが、別パーツでっていう風で、で、これは一体型になったから、まあ、それで遮音性が高まったっていう話があったんですけど、これ内部の構造の話も、して、構わないということだったので、ちょっとお話を、させていただきますけど、ちょっとこの紙芝居が、つるつる滑るから、どっか行っちゃう。で、ここの、それもぜひ行った方がいいということで、ここの裏なんですけど、吸音材が、入っています。はい。実際これ中は見せれないんですけど、私はごめんなさい、ちょっと見ました、特権で。で、ここに吸音材があって、しかも上下、円の上下にも沿って吸音材が入ってます。はい。で、前のやつからは圧倒的に改善されてますので、まあ前がどうだったのかって、まあ、言っていいのかわかんないから言わないですけど、圧倒的に改善されてます。っていうことが、1点。で、もう1点が、ドライバーの話なんですけど、ここもですね、共振を取って、より、シンプルで、まあ、剛性を高めるというか、まあ、力強い、構造になっているということで、これも言及していいということなんで、これぜひお話ししましょうということなんですが、ドライバーのお話で、ドライバーじゃないですか。なんて言うんですかね。そうですね、ドライバーじゃないですね、ドライバーを取り付けるまあ、バッフル板とスピーカーのまあバッフル板みたいなところですね、そうですね、そこの構造を変えてるということで、はいはい、従来はその、真ん中に穴が開いていまして、そこにドライバーをこう収める構造になっていたんですけども、うん、今回はそれを1枚の板に変えまして、うん、でその裏にドライバーをつけるという構造にしていますので、うんうんうん、構造もまあシンプルにしながら、まあ、強度面でも強くなることを期待しながら、うん、そういう構造に変えていますという感じですね。まあ、要はですね、なんか何がいいかな、なんかなんて言えんかな、まあ、例えば、なんか、こういう丸いのがあって、これが音が出るドライバーだとするじゃないですか。それを今までガチャコンってやってたんですよ。で、そうすると、こいつ音が出る部分だから、当然、音って振動だから、こうやって共振するわけですよね。で、それがこうやってやって、こことここが当たって、不要な音が出る可能性が高いということなんですけど、今回からはこれが一体化になってその上に入っていくので、ここのこれがなくなっているということなんで、そこもまあ大いに改善が見込まれるということですね、はい、そうですね、ちょっとこれだけちょっとぜひとも言いたかったということなんで、お願いします。ありがとうございます、はい、じゃあもうこれもいいですね、はい、はい、で、今度ケーブルの話かな。はい、そうです、そうですね、このふわふわの話もして、加水分化のこの改善されたって話をして、で、ワッシャーの話ですね、ここのこうですね、ここの耐久性が上がってるぞという話をしたところまでだったんですね、はい、はいはい、で、今度カールコード、はい、はい、そうですね、はい、はい、従来はですね、ストレートのカールのついてないコードを、直出しと言いまして、その、まあ、直出しと呼んでまして、ヘッドホンのハウジングから直接コードが出るような構造になっていました。で、今回はそこのコードの途中にですね、くるくるくるっと回る
あのカーリングをしている部分をこうつけているということと、それから、この先っぽのプラグの形がですね、これがあの L 型になっているということ、これが、新しい方ですね、はい、これはあの従来の方ですね、はい、そうですいうことになってます。で、はい、そのようなことにさせていただきまして、うん、ヘッドホンをしながらその DJ プレイをして、その動き回るときにもこのカール部分がこうクッションになって、うん、あの突っ張らないように配慮をさせていただいているということと、それからあのミキサーにこのプラグを差し込んだときに、はい、あの例えばそのミキサーの差し口が横になっているときですね、はい、でその時にこの L 型のプラグをこう挿すと、あ、そうですね、社長が今やってるところはあのヘッドホンの、そうですね、そこはあの着脱構造に挿していただいて、しかもロック機構ついて、このロックをさせることによって引っ張っても抜けないようになっています、うん、はい、はい、うん、でこちらの今度社長がこの持ってはるこちらの方ですね、これがあの L 型の形になっていまして、ミキサーの差し口がこの横になっている場合ですね、うん、この L 型のやつを差すとコードがまっすぐ下にこうタラーンと降りますので、うん、この、DJ テーブルのところでこの後ろで動き回ってもですね、このコードが引っかかって、はい、この事故に なりにくいというところを配慮させていただきます。まあ、見栄えがいいですよね、やっぱり L 字はね、うん、僕あの、はい、動画で別にあの全然いいんですけど、動画であの社長って言われることはなかなかないから、すごい自分の中で受けてました。僕社長なんですよ一応こう見てもまあいい社長やってますって言って嘘でしょって言われることはたまにあるから今証明してくれた、はい、そして着脱コードにさせていただきましたので、このカーリングのついたあのコードとですね、それからストレートもあるんですよね。そうなんです、はい、あの、うん、カジュアルリスニング用に、例えばあの普段ず DJ プレイではなく、うん、その普段使いで音楽を、まあ、こう聞くような時とか、ダップダップにその刺すような時とか、うん、というところも想定しまして、1.2 メーターの長さがちょっと短めの、 あのストレートの、あの、うん、ケーブルもあの付属させていただいておりますので、うん、DJ プレイをするときにはカーリングコードをつけて、で普段の、まあ、リスニングするときには、まあ、ストレートコードをつけてという使い方もできるようになっております。はい、いうことですね。このカールコードだと、通常こういう感じでやると 1.5 メーターぐらい、はい、での伸ばすと、2.2 メーターぐらい、はい、という感じですね、はい、で、ストレートコードの場合は 1.2 メーターということです。最近あのストレートすごい増えてるんで、そのカールが逆になんか馴染めないっていう人もたまにいると思うんですけど、 1.2 メーターあれば別にストレートでも全然使えるかなという気はします。で当然ですね、ステレオミニプラグは、ミニジャック、まあこうやって可変 できます。で、これ結構細かいことなんですけど、ここあのネジ式になってますからね。なんであのできればこれなくしたっていう人は結構あの純正あのパーツでとあの取り寄せれるのか知らないんですけど、あの汎用、あ、いけますかね、はい、純正を使っていただいた方がいいと思いますね。ちゃんとネジが切ってありますからね。はい、わかりました。まあそういう感じですね。はい、はい、でこれが終わりまして、はい、紙芝居もいよいよ、はい、紙芝居もいよいよ佳境に佳境に、はい、参りました、はい、そして最後スペック数字のところの話ですね、はいはい、そこを、まあ、お話しさせていただきたいと思います、はい、このようになっておりまして、うん、スタイルとしましてはあのオンイヤータイプですね、あの耳にこう乗せるようなスタイル、はい、でドライバーユニットが先ほどご紹介させていただきました通り、直径が 40mm の CCAW ボイスコイルを使っています。はい、再生周波数帯域は 8Hz から、まあ、30kHz となっております、うん、これは前の RPDJ から比べたらかなり、これはね同じです。ああ、はい、前もこれでしたっけ。はい、そうなんです、はい、実は、はい、うーん、となっておりました。はい、はい、
でインピーダンスが45オームということで、前回がまあ32オームとさせてもらっておりましたので、うん、ちょっと、上がっております、うんうん、で音圧感度はまあこの辺はほぼほぼ同じ で、うん、でやっぱり最大の特徴はこの最大入力がですね、1500W から伸びた、うん、というところです。はい、まあということで、あとはですね、付属コードに、これも先ほど紹介させていただいた通り、1.5 メーター伸ばしたときに 2.2 メーターぐらいになるカールコードと、はい、ストレートの 1.2 メーターの2つのコードを付属させていただいております。はい、であとは、まあ、持ち運び便利なように、キャリングポーチも同梱しておりますので、はい、その270度のその折りたたみ回転機構を使ってこうコンパクトにヘッドバンドの方にもハウジングを飾っているので卵みたいな状態にしておるので、うん、でまあポーチにスコッと入れてまあ小さく持ち運びができますと、ということになっております。なるほど、はい、以上でございます。わかりました。これで紙芝居終わりです。ありがとうございます。はい、じゃあですね、ちょっと一回、せっかくこれをお持ちいただいてるので、今のやつと、昔の、まあ、別に後継ではないんでしょうけど、まあ、実質っていうところなんで、RP と、EH とちょっと一回聞き比べをしてみたいと思いますんで、ちょっとなんか適当に聞いてみますね。